皆さんこんにちは前回に引き続きまして今回も単語の覚え方から古典常識というのを喋っていこうと思います古文担当しています野村と申しますそれでは行きましょう 前回はですね自分の記憶型3パターンありましたねでこの3パターンどれかっていうのを確かめてもらいました視覚型の人聴覚型の人言語型の人というふうに私は分けています残念ながら野村はですねあの言語型に入れないっていう感じの話をしたと思いますで、2回目の今回はですね覚え方のコツの中から兄さを紹介しまして常識を喋っていこうと思います2つ目古典単語や古典常識っていうのは否定の言葉がめちゃくちゃ多いんですね でこれなぜかって言いますと何で否定が多いかこれ日本人がですね「負けの美学が好きだからなんですね」ででで私は嫌いいすす申し訳ないですけどあのずって思ってるんですけど当時の日本の方たちっていうのは負けて散っていくそういう人たちがすっごい好きなんです。だから そうですね信長と、まあ、家康と、まあ、秀吉って出てくると秀吉はそんな好かれないかなって思うんですけど、まあ、信長家康でいうと家康の方が絶対すごいんですよ多分ね功績上は。でも信長が好きですねみんなねなんででしょうね。頼朝とね義経義経が好きですねなんででしょうね。でどちらもちり方が美しいだからお話になるわけです。ということで日本語も否定の言葉が多いですから否定の言葉を先に覚えていただきたい。 で単語帳で覚える時の覚え方なんですけど単語帳って1回見たら場所覚えちゃうっていう視覚型の人発音を覚えちゃうっていう聴覚型の人そして意味を書いたら漢字ばっかり覚えちゃうっていう言語型の人たちこれね結構ね2週目って飽きちゃうんですよ。で飽きちゃうので作印がついていますので作音うままく使って欲しいいなと思いますでなんで作印を使うかっていうと作印って相上を順でしょ。 で古文っていろはにこへとの順じゃん。でまずそこも違うじゃん。で古典単語っていうのは覚えやすいようにまあ各社がね工夫して書いてあるからあい上を順ではないわけよ。でそうすると覚えた順と全然違う順でさ作品がくっついてくるからこの知らない言葉知らない常識っていうところを しっかりもう1回確認することがでできるんですねもともと自分の頭にある知識じゃなくて作品の順番で見るからすごい記憶の中書き回して一生懸命なんだっけって思えるわけでまあホームチャイに戻るんですけどしかし否定の言葉だけでもしっかり分かると文章の流れの中で否定の言葉ってとても大事で普通に進んでいたんだけどパンって内容が切り替わるじゃない。であの部分がしっかりわかりると 状況が逆転するっていうのがわかるんですね。で、この状況が逆転したってことは主語が切り替わる。でそこがわかるのよ。ということで否定の言葉とても大事です。で、それを覚えるのにうまく索引を使って、索引ってさ下に意味載ってるんでしょ。索引の下に載ってる意味のところからこの否定打ち消しの意味を持つやつをピックアップすればいい。やるのがめんどくさい言うと思ってました。 どうぞということでですねこちら今載っているんですけれどもしょっちゅう出てくる作品の中にも必ず載っている否定の単語「たちがこちらです。スクリーンショットどうぞっていうのがありであれば邪魔じゃない、はい、スクリーンショットで欲しい人どうぞなんですけどあの開かず満足できないっていう意味なんですね。 で飽き足りないって書きましたけれども要はね物足りないから止められないのよまだやってるよって言うんですで誘拐なし言っても仕方ない、まあ、これなんかわかるねえ打ち消ししょっちゅう出てきますキャンノットですでさらででが打ち消しの意味を含むんですねそれ以外でさらなりどこに図もでも入ってる入ってないじゃんこれ知らないと損するやつ言うまでもなくですねなそ禁止なしは形容詞ですでこそ依然形の下よく見てください点ですね これ点で続いていく時は逆説で訳さないといけないっていう決まりがあるんですね。いいで「すかで図」これいいね。で接続助詞これいいですね。で打ち消しのこうする副詞、まあ、これも覚えていないといかでかなんちゃらかんちゃら打ち消しで半語になってるっていうパターンまで疑問詞までね含めて覚えた方がいい。で「やはかわって出てきたら半語になります。ここの2つは難しいと思うだけどこっちは覚えればいいから。 ここしっかり覚えてくださいで作品が自分の単語帳でわかると思うからまずここに蛍光ペンとかで線引っ張っちゃうで覚えてくれればいいかなと思いますでなんで覚えるのかこの赤いとこ見てください文章の流れ変わったり状況が逆転するときに使うからです主語変わるじゃんこれ大事だよねということになりますで次行きましょう 1,000年前の医療就活事情っていうことになるんですけどこれこれだけ出されてもね何の話っていう形なのでポイントに分けていきます。ここから古典常識です。でもののけと3つのよっていうのが出てるんですがよいしょ。まずよここの2つ目、ね、1,000年前の医療就活っていうことが書いてあるのにこ何か関係ありそうに見える 医療がお化けで就活が産税だってやばいよねこれ。って思うのでちょっとここから説明していくんですけどあのね古典常識を一番最初に覚えてくださいねっていうふうに申し上げたのはこれが理由で医療って言ったら体を治すことなんですよ。 で就活っていうのは自分が亡くなる時のことを見据えてこの世の部分を整理するということが今の常識ですですが1,000年前どういう常識だったのかっていうと医療っていうのはもののけを退治することで就活っていうのは次の世の中を考えることです全然違うやん。でこれをしっかり覚えていただきたい。であのねもののけのこの「もの」っていう言葉があるんだけどこの「もの」っていう言葉はサムシングっていう意味です。 とりあえず実態のわかんない何かって意味なの。で、とりあえず実態のわからない何かで怪しい最悪でしょ。わかる。原因がわかんないっつってんのこれ。だから原因がわからない何かが痛い辛いっていうことを私たちに引き起こしてるから、みーんな妖怪変化のせいです。なんてことだ。 で、基本的に痛みと病っていうのはもののけが取り付いて悪さをしているっていうふうに考えられていたのでようわからん怪しいものが取り付くですよ。で取り付いて病気になるって考えていましたすごいよね。でそうするとようわからん何かが取り付いているので虫歯、腹痛、頭痛、頭呼吸困難すすべてでお坊さんに頼めばいい。だから 修元座とかお坊さんとか夢を解く人っていうのがめっちゃ偉いわけよでこの人たちが悪魔を悪魔もののけを長服してくれるまあ、やっつけてくれると病気が治るっていう算段だったんですねで常識確認していきますもう死ぬこの世は嫌だっていう風になった場合今だったら薬を与える治療をするなんですけどもう これですよ。一択お坊さんたちに頼みます。こうね。これが一番大事。で、大事だから。ちゃんと薬が効くこともあるんだけど、祈祷が中心です。虫歯祈祷するんだよ。神経死んじゃうよね。で、まあ。祈祷だから、印があったりとか。妖怪変化の皆さんが。怠るから。怠けたことによって、病気が治る。で、さわやぐっていうのは。 気分が爽やかになるっていう意味だから気持ちが治ったイコール病気が治ったっていうことになるんですね。で病気になるっていうのは気分の問題だから心地が悪くなったり悩んだり乱れたりっていう心的な単語で表していきます。で死ぬっていう単語がめちゃめちゃタブーなんですね。なので絶対に使わないから基本的にはここに出した単語。 儚くなる浅ましくなるいたずらになる薄かくるなどで表しますでこれは身分の高い人たちにはよく使うんだよ平民たちとかそうでもない人たちの話してないんだけど基本みんな死ぬって単語はストレートには使わないでこのさ単語の覚え方さっきのもちょこっと出てきたし前回にも出てきてるんだけど 朝増しって驚き,呆きれて情けないっていうふうに、まあ、リズム感よく覚える、ね、あの形容詞なんですけど朝増しっってて驚き,呆きれて情けななない。んんでそううたんだろうね。現代語の「浅ましい」っていう軽いとか「浅はか」って意味じゃないじゃん。これは「死ぬ」っていう言葉に使えるぐらいだから死ぬとか病気になるめちゃくちゃ驚くでしょ。でいきなりその人の命がかぜ祈としてるうちに失われたら呆然としませんかあきれるんですよ。 で情けっていうのは人の情です。だから情けがない。こんなに祈祷したのに、こんなに頑張ったのに情けなく死んだんです。わかりますか。古典単語って古典常識入ってると全く違ったものに見えてきます。でその観点がぜひ欲しいなと思います。でこのページで言っていることは痛い辛いとかもの。えっ、ー、と苦しいっていうのはもののけのせいで。それを何とかするのは家事祈祷で。 死んでしまうっていうのは超タブーだからそのまま書けないとでそういう形で単語を覚えていただきたいし常識を体に入れてください。で次3つの「世っていうのは何かっていうとこの「世が現世だとすると現世にくっついている「前世」と「来世」のことです。で「前世」「現世」「浮世」とか言うんですけどあと「後の世」「後世」というふうに言います。 でこの3つでねできててこの3つの中を人間の魂っていうのはこうねぐるぐる回ってるっていう感覚だったの。輪廻転生とかねよく言いますよね。で最近あの転生ものが流行ってるんで、まあ、すごく、まあ、聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけど今生きてるのはここなんですで前世も生きてたし来世も生きてる同じ魂が回っている。だから誰かとの縁縁にはこの世のものだけではなくこの三世の中を回っている。 こういうい感覚です。おいしょでここでね常識を確認していきたいなと思うんですけどまあこれさっきも出てきましたね。で死ぬもう嫌ってなったらさっきはカジキ糖やったんですけどカジキ糖ではなくお坊さんに頼んで現世を捨てちゃえすごいしそうじゃないですか。ゼロていう感じになっちゃうんですよさすがほんでね一番の願いっていうのが「ほい」と言います。 でこれは、まあ、よく古典単語でも出てくるんですけど現世世世を捨てて来世祈願五ですここがいい思いになるようにっていうふうに願うのでそれが一番の願い来世でも君に会いたいよとかね来世では成功がしたいよとか来世ではなんちゃらだよっていうのを祈るんです。ほぼ今世のこと考えてない、ね、でそういう祈りのために宗教をします。五世後の世来世の来は 祈願して次に生まれ変わって素敵な人生を送れる信じてたんで現世の残りは祈り倒しますどうこれで、出家の表現もいっぱいありますまう、あ、んーこれは個人的にはどうって感じだけどね、まあ、野村先生のね意見はいらないのではいで、現世を捨てちゃう様を変えるっていうのはこの状態ですお坊さんになるよってことね で方位のことっていうのは一番の願いだから。で。あともうちょっとあるんですけど。頭おろす、やつすなどで表していきます。でやつすっていうのは、は頭おろす様、お坊さんになる、剃髪するってことなんですけど。やつすっていうのは様を買うと一緒。みすぼらしい格好になるよって言うんです。お坊さんが着てるものっていうのが、そんなに高い着物ではないので。そういう形になります。さあ。 ここまでですね古典常識の一番古文ではよく出てくるかなこの1,000年前の私で見えない医療就活事情っていうのとあと恋愛系の話がねもちろん出てくるんですけれどもこの辺りが一番よく出てきます。 で特にですねあのもののけの感覚と三つの世の中の関係と出家と死についてっていうのは古典常識として必ず最初に抑えましょう。であともう一つはえっ、ー、と古文の単語の覚え方の二つ目っていうのをやっています。でこの二つ目っていうのがマイナスの意味の単語をしっかり覚えること、否定の単語の意味をしっかり覚えることっていうのを中心に説明をしました。作品のところでマイナスになっている否定になっている。 否定が2番なので否定だけ先に見つけてもらってでその否定をしっかり見るで確認するそして古典常識これもさ否定っちゃ否定だよ全部原生否定じゃん。ね、っていうこの医療就活事情の古典常識を見ておきましょう。それれででではは今回はここままになります。お疲れ様でした。